じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、いよいよ今週土曜日から日本シリーズが始まります、はい、楽しみやな。そうです、セリーグ代表は DeNA、はい、そして、パリーグ代表は、ソフトバンクということで、はい、まず横浜から、はい、ハマスタから始まるんですけれども、もうズバリ豊さん、はい、予想を今日はしていただきたい。解説をしながら、もう言うの。そうです、解説をしながら最後に何勝何敗で日本一はここっていうふうに話していただきたいんですが、はい、見事豊さんはね CS 当てましたね。ファイナルステージの予想覚えてますか。覚えてない。なんでですか。豊さんは、はい、1戦目で戸郷投手がやられてしまったら DeNA がもう勝つだろうと話していました。 あとはパリーグに関しては、まあ、ソフトバンクが行くじゃないかみたいな、うん、当てました。忘れてました。忘れた。で、まあ、それぞれ先発ピッチャーをどこに当ててくるかというのはあるんですけれども、はい、まず一つ DeNA が東投手がどうやらどこかで間に合いそうと。そうだな、はい。まあ、東は投げても1試合だよ多分。そしたら DH があるところ、うん、打席に立たない余計なことしないところで登板させると思うよ、うん、はい。そしたら福岡の3戦目、うん、4戦目、5戦目、うん、まあ、ここら辺でどっかで投げると思う。状態がよく投げれるんだったら3戦目に行くだろうな。3戦目に、うん、となると、じゃあ土曜日の初戦っていうのは、うん、はい、これはどういうふうにピッチャー持ってきそうですか。どうしようかな。どうしようかな。いや、やっぱり勝つこと考えなきゃいけないし、はい、クライマックスシリーズの投げっぷりだとか状態を見ると、はい、俺は大抜きからいったら面白いなと思った。大抜き投手からまずは行くと、大抜き浜ちゃんで行く。まあ、前回浜ちゃんね、無双でしたけど。浜ちゃんよかったよ、うん、浜ちゃんみたいなピッチャーソフトバンクは大嫌いだと思う。そうなんですか、うん、どういうタイプ。やっぱね、抜かれる、少し曲げれる、うん、落とされる、はい、これが一番嫌だよ。他のチームでもすごく嫌だよ、うん、で適度に荒れるっていうのが一番嫌だよ、はい、K も俺は好投するんじゃないかというふうに踏んでる。で、逆に危ないのがジャクソン。ああいうパワー系っていうのは強いから。そうですね、打ち返しますね。いや、だから俺は大抜きなんかも多彩だから。あ、じゃあソフトバンクは嫌ですね。下巻いちゃったけど多彩だから。いや、だから何投げてもね、うん、いやらしいボールとボールが動いて、はい、ああいうピッチャーって嫌だろうなと思って。だから大抜き頭、はい、2戦目浜ちゃん、浜ちゃん、はい、3戦目東、火曜日東投手、はい、4戦目、うん、K 行きたいけどな、うんうん、K 行ってジャクソン。この順ですね。でも、うん、おそらくジャクソン頭で来るんじゃない。 DeNA が考えるの大抜き投手ではなくて、うん、俺は日本一を取るのに行くんだったら、うん、大抜き浜ちゃんで行く。俺だったらね、うんうんうん、あのクライマックスシリーズの状態を考えると、うん、で東使えるんだったら東大抜き、大抜き浜ちゃん、浜ちゃん、ここは分かれ目ですね、明暗の。パワー系のピッチャーってソフトバンクは強いよ、うん、パリーグのピッチャーも打ち込んできてるしね、はい、南東派というかさ、うん、自在なピッチャーってやっぱり嫌だよ、はい、俺は大抜き、浜ちゃん、東、うん、K、ジャクソンっていう、まあ、そこの流れですよね。一方でソフトバンクは頭に、いや、もうね、有原、モイネロ、ここはもう鉄板だよ。ここはもうあのハマスタでこの2人で勝つと。そうそうそう、スチュアートジュニアを、火曜日ペーペーですね、はい、4戦目石川、うんうん、で、まあ大津とか大関とか、大関はちょっと怪我してるから間に合うのかどうかっていうのもあるしね。だから、まあ、そこら辺じゃないの。で、また折り返しだよね。で、なってくるってことですね。有原、モイネロっていうところですね。じゃあ、こう先発陣が予想で出揃いました。さあ、ここからはどういう風な戦い方をしていくのか、まあ、まず精神的にはさ、はい、DeNA はお祭り騒ぎだよ、うん、そうですね。それは3位で失うもの全くないもん、うん、ここまでよくやったっていう賞賛しかないんだから、はい、あとは日本シリーズで仮に負けたとしても接戦すればよくやったなみたいな、うん、そんな感じ、うん、でもソフトバンクはやっぱ3位には負けられないっていう逆にプレッシャーがあるよね。その精神的な楽さっていうのは DeNA の方があるかな。より伸び伸びさっていうね。そうですよね、うん、で DeNA がちょっと心配なのがその打線。ファイナルステージではそのいわゆるマシンガン打線が鳴りを潜めてしまった。それは巨人のピッチャーが良かったからなのか打線の勢いが落ちてたからなのか、これはどっちなんですか。いい
とこ行ったねお前、打ち合わせがないとは思えないね。待ってる。いやいや本当に。そこを俺はまさしく言いたかったんだけど、はい、阪神の時から落ち出したんだよ、うんうん、打線が、はい、だから周期なんだよ。あこの日本シリーズは俺は周期で考えてるから、はい、そしたら第6戦まで行った、うん、巨人も状態悪い、はい、DeNA も状態悪い、うん、点が取れない、そうそうでもキリキリした試合が続いた、はい、こっから上がる、あ、バイオリズム的に上がってくるんですか。俺は上がる。おお。でソフトバンクの方は試合感がない、はい、どうやったかなって言ったら絶好調で入ったんだよ、はい、そしたら周期的には落ちる周期に 入ると思うんだよ。バイオリズム、そうなんですね、うん、いやだから俺は周期的に見ると DeNA の方がいい周期を持ってるんじゃないかなと思う。プールで飛び込んだ分風邪ひいてなかったら、ね、ちょっとそうですよね、この時期ですからね大丈夫かなですけど、まあまあ、マシンガン打線はもう初戦から、まあ、もちろん有原投手っていうこともあるのでそんなにってことありますけど、まあ、そんなにだけど、うん、優秀なバッター多いよ。オースティン選手とかなかなか宮崎選手とか、それはもうベタマークされるから。そうですよね、丸裸だから、うん、でも抑えるんだと抑えてみって、うん、あら簡単じゃない、首位打者3人おるんだと思う。まあそうですね、あのオースティン宮崎選手で打点を追うし、そうですよね、そんなに俺はね、うん、有原だろうがモイネードだろうが、うん、いいピッチャーだけど、うん、ベタっと来られるっていうことは考えてる。あのファイナルステージでは一方で例えば桑原選手とか森圭人選手とか梶村選手もそうですけど、そういった選手たちの例えば躍動っていうのは非常に目立ったんですけど、目立った。この3人っていうのは引き続き、引き続き OK です。OK ですか、 OK 出ました。いやただ、はい、最終戦で打順を変えたんだよ。そうです、一番桑原選手でしたね。だけど俺はまた戻してくると思うけどね。あ、そうなんですね。初戦からはそれは戻すっていうのは、まあ、梶原を持ってきてやっぱ足で揺さぶりたいよね。うん、甲斐との勝負っていうこともあるよな。あ、やっぱねソフトバンクが日本一取ってる時で、ね、甲斐が目立ってるよ。甲斐、うん、がしっかり守ってる、はい、それで甲斐キャノンっていうのができた、出来上がったでしょ、うん、はい、広島が走ってきたけど一回も成功しなかったというね、まあ、そういう歴史もあるし甲斐との勝負っていう ところはあるな。あとはやっぱりファイナルステージはベイスターズが通常シーズンにはやってこなかったような試合展開、うん、そりゃそうだよ、短期決戦だもん。ソウル、いやだから俺はあの一か三浦監督が向けたなっていうような感じがするよ、ファイナルステージで。そうそうそう、うん、やっぱ厳しい采配もしてるし、はい、ただやっぱこう浜ちゃんの時決めつけが強かったな。日本シリーズっていうのは負けれる試合もあるし、うん、あまり決めつけて入らない方がいいかなっていうふうに思う、うん、ただね、そういうデータが出てくるんだよね、そうあそこは、うん、そうですね、だからそのデータに基づいてやってるから、うん、もう本当は3回までだけど、あれでも4回まで引っ張ったって言うんだから、でも本当は3回までっていうふうにね、うん、まあ、データ的には決まってたっていうんだけど、うん、でもそれでも三浦監督が1イニング伸ばしたって、うん、これも正解だったとは思うけど、うん、でも変えた途端だったから、そうですね、だからまあそういうことがないようにね、うん、やっぱ相手と戦ってるから、うん、相手がどう見てるのかっていうことを見ないとね、うん、ですよね、うん、見てるとは思うんだけど、それをこう許してくれるかどうかだよな。あ、周りがってことですよね。だから豊さんはずっと前からもう浜口投手は3回まで無失点だったらその後無双状態に入ると、ただ3回までに点取られたらそこまでだって、もうそこまでもうパッと変えた方がいい。そうそうそう、だからまさにあの時は無双に入ってた時だったので、無双どころじゃない、超えてましたからね、もう浜口中心に地球が回ってるみたいな感じだったいや本当です、1安打だったんですもんね、巨人打線。まあ、俺三浦監督は分かってるんだけど、数字があるから、うん、まあ、それを重視してるのかなっていうのはあるよね。うん、まあ、日本シリーズってまたそういうことも大事かもわからないけども、うん、ソフトバンクのデータをどのぐらい持ってるかだよね、はい、まあ、それにかかってくると思う。あとはやっぱこう指揮官の鑑定、うん、すごく大事だと思うし、うん、まあ、クライマックスシリーズの三浦監督の勘というのはすごい冴えてたよね、うん、はい、まあ、冴えてない試合もあったけどもちろん、うん、でも冴えてることの方が多かったから、うん、まあ、それは自分を信じて戦ってほしいなとは思うけどな、うん、これはファイナルステージのような例えば守備力とか走塁とか、はい、そういうこう締まった試合っていうのはベイスターズはこの日本シリーズでもやるというか、なんですかね。いや、やっぱりこう自信にはなってると思うよ、クライマックスシリーズを勝ち抜けたっていう、うん、そらお前佐伯、はい、
ハルト、戸郷、菅野、はい、グリフィン、はい、このピッチャーたちを勝ってきたっていうのがさ、戸郷、はい、2点、はい、菅野1点取って勝ち切ったんだから、だからそういう意味ではやっぱこう自信にしてほしいし、はい、まあ、堂々と戦ってきてほしいけどな。そうですね、あとはやっぱ一発とかつながる打線がっていう、あのマシンガン打線っていうのをやっぱりファンは見たいなと。ソフトバンク入ってるのだから調子は上がるから大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫。これあの交流戦今年3試合の成績なんですけれども、ソフトバンクと DeNA 参戦してまして、2勝1敗でソフトバンクが勝ってます。 DeNA は中でもオースティン選手であったりとかホームラン打ってますし、でもこの時のねチームの仕上がり状態は全然違うからね。あー、そうか。ソフトバンクってこれまあ交流戦の時ってものすごく状態がいいんだよ、うんうん、少し疲れが来てる頃かなソフトバンクも、うん、だけど春先からものすごく調子がよく、うん、やっぱちょっともたつきがあったチームとの対戦だから、まあ、そんなに参考にはならない、うん、あとこの3戦中ちょっと2戦、森原投手が打たれている、はい、失点しているっていう試合があるんですけど、はい、ここもそんなにじゃあ気にはしなくてはいいんですかね。まあ、ちょっと警戒はしなきゃいけない。うんうん、まあだけどクライマックスシリーズを見る限りでは、はい、やっぱ状態はいいね。いいですね。悪くはない、まっすぐの走りとかね、うん、期待はしていいと。あと山崎康崎投手はどうですか？まあ俺は悪くはないと思うけど、うん、やっぱこの前のやっぱ3イニングでっていう風に、まあ、その前からやっぱなんで浜口が投げて調子がいいのにブルペン動かしてるのかなっていうのはすごく気になったシーンがあって、だけど実は話に聞くとやっぱ3イニングで下ろして4イニング目から行く予定だが1イニングずれたということがさ、やっぱこう安崎のリズムを崩したのかもわからない。これは正確にはわからないよ、はい、正確にはわからないけどもそういうことも言えるという。なるほど。でも状態的に安崎が悪いかというと、うん、そんなに悪くはないと。悪くはない。悪くはない、うんうん、で一方ソフトバンクなんですけれども、はい、柳田選手も戻ってきて近藤選手も戻ってきた中でのあのファイナルステージ、うん、一つも負けずにいったっていう。強いよ。やっぱコンちゃんの後ろに誰を持ってくるのかなって、はい、ここがポイントだなと思ってたら、うん、今宮持ってきたんだよ、はい、あいやそしたら今宮がやっぱちゃんと仕事するんだよね、はい、まあ1戦目の伊藤大海に対して関西を持ってきた、はい、まあこれがまた当たるし、うん、でそこから外して2戦目からダウンズ持ってきて、そうなんですよ。そしたらまたこれが活躍する。すごいですよね。だすごくいやらしいけどね、うん、やってくる手っていうのがやっぱ手堅いよ、はい、何点リードあってもバントするところからバントして追加点を奪っていこうとするし、うん、だから結局ホームランのイメージはあるけども、うん、今山川が3本打って、うん、栗原打ってコンちゃん打って、はい、今宮打って、まあ、結構出てるよね、あの短期間でね、はい、やっぱその意識っていうのはやっぱつなごうというする意識だからな、うん、それがホームランになってるだけで、はい、警戒すべきは柳田選手、うん、はい、1人当たってなかったんだよ。そうですよね、うん、だからこの日本シリーズではちょっと怖いと。横浜スタジアムに彼は非常に相性がいい、はい、そうなんですね。番長からお前バックスクリーン壊したから打ち当てて。あ、そうなんですね。やっぱ相性がいいんだよ。やりやすい球場ってあると思うし、うん、当たってなかっただけに、うん、周期的なものを考えると、うん、まあ、この選手は相性もいいし気をつけとかないとなっていうのはありますか。山川が悪いんだよ、うん、DeNA 戦の交流戦。あ、そうか、打ってない、あんまり打ってない、うん、まあそこら辺はやっぱなちゃんとしっかり抑えとかなきゃ。そうですよね。でキャッチャー峰井選手が上がってきたということで、これやっぱり DeNA を知るというところですかね。知ってても、うん、俺は大丈夫だと思う。バッターのやっぱレベルが違うもん。やっぱいいレベルのところで仕事してるし、はい、ポットでの若手がさ、はい、データが来ました、ああここ弱いんだな、まあ、そこ攻めてみよう、うん、ああ打てなかった、ああやっぱりそうか、そこで抑えられる、うん、ポンポンポン抑えました、うん、逆ラッキーボーイみたいな、はい、そんな簡単な選手はいないから。そうか。あとは DH があるなしが、それはお互いどう響いてくるのか。まずは DH なしから始まるんですけれども、だからコンちゃんが、はい、まあ、DH でやってて走ってる姿を見ると、うん、まあ、守備もできるけど無理させなかったなと思って、はい、クライマックスシリーズは DH で行ったけど、うん、まあ、レフトにつくんだろうなと思って、うんうん、まあ、レフトに つけるんだったら、はい、もう何の問題もないよね、うんうん、あとはもうシュート、
やらきた、はい、まあ、内野はいいだよね。じゃあ、はい、いや、だからそんな心配することはない。じゃあ DH 戦になるペイペイに行った時っていうのは、はいはい、今度は DeNA はどういうの、フォード入れるんだよ。そうか、だからそのために盛んに使ってたから。それですかね、うん、何番でフォードを DH で入れようとしてるんですかね、入れるんですかね。6番あたり、宮崎選手、6フォード、7に桑原選手で、8に小池栄斗選手で飛ばし、ああそういう打線、それが8番9番はもうそうなったら変えるかもな、うんうん、あと戸柱選手が非常にねバッティングもいいので、7番あたりとか、フォードの次は桑原でいいと思う。ワンポイントとか、うん、やっぱりいろいろ考えた時にジグザグにしといた方が相手は使いにくいと思う、はい、桑原は7、8に森、うん、9に森でもいいな、うんうんうん、なぜかというと森と梶谷、あ、梶原、うん、9番1番で連動させると、はい、ここはやっぱ足が嫌だよな、うん、ですよね、うん、で2番に牧選手がってなると、な、確かに帰ってきますね、ホームに、うん、だからまあそうした方がいいのかなっては思うけど、ね、うん、あとはまあ筒香選手もベンチにはいるので、うん、まあどこかで代打だったりとかで出てくる、筒香を DH に使ってくる可能性もあるし、まあでもあの代打の使い方見るとフォードを使ってくるかなっていうのは思う。そうですね、強力やな、まあ、強烈ですよね、強烈だと思うよ。いやそうですね、だから俺状態的には DeNA は上る調子で俺入れると思う。おお、勢いのバイオリズムで、そう、うん、逆にソフトバンクの方がバイオリズムだ、あんまりにも、うん、あの良すぎたからな、はい、だからここら辺でこう調子を維持できてるかどうかっていうのがちょっと心配、うんうん、あと試合によってはどうですか、こう乱打戦というか打ち合いの試合もあったりになりそうなんですか、それともロースコア、まあピッチャーによるのと入り方にもよるな、うんうん、まあ、3、4点の勝負になるんじゃない。でも得点すごい取るときには8、9点みたいな、いやもうそういうときはリスクはしょうがない、うん、まあ、打たせるんだったら打たしとけっていうような感じの方がいいと思う、はい、いいピッチャーは温存しとけみたいな、はい、もうなんとか止めなきゃって言った時はピッチャーいるかもわからないけども、うん、止まらなかったらもうそのまま馬なりで、はい、そのままやらしとけみたいな感じの方がいいと思う、うん、なるほど、あのリスクを負わないってことですよね。そうそうそう、負ける時にリスクを背負ったら、うん、スタミナ的に負ける。それぞれのソフトバンク DeNA のキーとなるような選手1名ずつ挙げていただきたいんですけれども、まあ、東が投げれるかっていうのは、うん、すごくやっぱ DeNA にとって大きいと思うんだよね、はい、まあ、だけどそれよりは牧かな、牧選手、牧がお祭り騒ぎでいけるかどうかだよね。うーん、もうチームを引っ張っていくというか、はい、そういうことができるとやっぱ勝算あるなとは思うけどね。彼 もうバカになれるかどうか、うんうん、勢いでいける、もう考えたってしょうがないから、はい、考えるのはもうデータが考えてるからちゃんと、うん、それは頭に入れつつ、はい、もうバカになって集中していけるかどうか、うん、じゃあ牧選手、うん、はい、でカッコして東投手ですね、まあ、そうやな、うんうん、もうカッコしてフォードっていう、うん、カッコフォードやっぱり、うん、多分 DH に入ると思うから、入りますね。だから右も左も関係なく使ってたからね、三浦監督は、うん、ということでフォードはそのソフトバンクの本拠地で戦う時だけスタメン、まあもちろん、ね、DH ってことですか。それはもう怪我人が、まあ、例えば仮にオースティンが怪我した、うん、ザファーストに入れたりとか、はい、そこは限定だからね、そこ、そうですよね、うん、もうさあソフトバンク近ちゃんだな、近藤選手、これは守備につくという意味でもそうだし、はい、やっぱ近藤のバッティングってすごいよ、はい、だからこの前にいかにランナーを置かないか、うん、やっぱ山川と勝負に行かなきゃいけないし、はい、山川を抑えられるかどうかっていうこともあるし、でもそれはもう近ちゃんがいるからだからな、うん、はい、近藤の状態によっては全然、うん、まあでも調子が悪いっていうのはあんまり考えられないんだよ近ちゃん、うん、そうですね、まあ、近ちゃんがやっぱバッバッターの中では、うん、まあ、ポイントと、うん、まあ、カッコ甲斐、カッコ甲斐選手、うん、やっぱこの守るという意味では、はい、まあ、DeNA も足を使おうとすると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではその甲斐の肩をくぐり抜けていかないと、はい、だから甲斐選手 VS 梶原選手とか甲斐選手 VS 桑原選手とか、まあね、そういったところ、まあ、桑原はそんなに走らんと思うけど、やっぱ 森梶原、はい、この辺りだろうね、うん、あとはダイソーで差し込んでいく林とか、はい、上里とか、はい、まあ、上里入れるかどうか分かんないけど、うん、まあ、まあそういった選手になるんだろうですよね、うん、あとはさらにカッコでギータの調子ですよね。ギータは多分いいと思う、
うんうん、他の選手はちょっと落ちるかもわかんないけど状態が、はい、でもギータは逆に上がってくるんじゃないかなっていうふうには思ってるけどね、はい、こういったことを踏まえた上で何勝何敗で、はい、どちらが日本一に輝くかズバリお願いします、はい、4勝3敗で、はい、最後までいくんだ、うん、DeNA お4勝3敗で DeNA がその代わり条件があって、はい、やっぱ大貫浜口なんだよ俺は。そうですね、うんうん、でもここで負けたら諦めがつく、うん、俺は、うん、俺はね俺はね。でも仮に東ジャクソン K が向こうでやってくれたら戻ってこれるから、うん、そうですねまた、うんうん、そしたらまた大貫浜口もうここで打たれてしょうがない。そうですね、うん、もうそれ、いやだけど俺は大貫と浜口は絶対日本シリーズでやると思ってるから、はい、うん、もうそこ信じてるから。豊さんが優勝に挙げてるのは初戦大貫投手と浜口投手を持ってきた場合ですよね、はい、これジャクソン K 来ちゃったらわからないよと。ちょっと不安だな。不安になるということですね。いやどちらにせよ4勝3敗なのでまたねフルで日本シリーズ見れるのかなと思うと楽しいですけど。でもね3人左ピッチャーに先発がいるっていうのはでかい。やっぱソフトバンクはね左バッターで優秀な人間が多い。多いですね、うん、代打も含めてね、はい、やっぱ左がポイントになるよ。そうなんで、ね、左ピッチャー、うん、だから浜ちゃん、そうですね、東、うん、東が投げてくれよ、ケイ、うん、この3枚いるっていうのが嫌だ。そうですね。さあいよいよ土曜日から始まります。で豊さんはもちろんその日あれですよね、振り返りというかもちろん、あ、たぼえよやりますよね、すぐすぐします。土曜日はね、ナイターなのでちょっと遅く上がりますか、ね、11時半でしょ。11時半ぐらいに上がるということで、うん、そうそう、まあ、そんなプレッシャーかけんのできるだけ早くしますよ、私だって、ね、よろしくお願いします。そちらの方も合わせて楽しみにしていてください、はい。